この間チョンナムデで文化体験あったので、それについて動画にします。なんかミンファっていうなんか昔の絵っていうかよくわかんないんですけど、それの色塗りみたいなのしました。普段はこの教室でこのスクリーン使って先生が授業してくれるんですけど、今日はこのスクリーンで文化体験の授業をしてくれます。では早速行ってみましょう。今回配られたのはなんかこの4色入った絵の具ですかね。あとは黒色のインクとなんか紙皿とか筆とかですかね。クラスが1から6まであるんですけど、多分4から6が今日だったので、上のちっちゃい画面に映ってるのが他の段階の教室の人たちと一緒に共同でズーム説明みたいなのを行われてます。時間いつも受けてる教室はこんな感じでみんな座ってます。まあ、携帯したり先生の話聞いたりっていう感じですかね。どうやらやっと絵の説明に入るっぽいです。前の学期は全然コロナで学校に行けてなかったんですけど、やっぱり学校に行くと結構楽しいですよね。友達たちと話しながらこういう作業しながらみたいな、こういう作業意外と集中してしまうんですよね。感じに進んでません？どどん、結構いい感じじゃないですか。先生も真剣に書いてますね。友達もかなり集中してますね。いい感じにできて大満足です。はい、出ました。美容系 YouTuber からのやっとですね、色塗っていきます。オールグラデーションで今度もないと、なんかちょっと雰囲気出てません？っていうか水びちょびちょ。
때문에굵기가너무많지않게물감이진해야이렇게한색으로찍은게눈에서잘보일거예요안보이네안보여선생님카메라어디있는지도모르시나봐 意外と綺麗じゃないですか。こんな感じで文化体験おしまい。チョワヨヌロジュセヨ。ではアンニョン。韓国の街の至る所にこのミセモンジュとか温度とか湿度が出るやつ、時間も出るんですけど、それが便利でいい感じです。まああんまり見てる人は少ないと思うけど、いいね。よろしくお願いします。ペイソン。